日本神奈川県横浜市神奈川区深町深町は神奈川県横浜市神奈川区の町名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。面積は 0.051km に神奈川区中部 JR 京浜東北線横浜線東神奈川駅西口近くに位置する。東隣の建町で別れ町の南端を通る第二京浜国道と 北部を通るバイパス道路である横浜新道の2本の国道1号の間及び横浜新道の北側に町域を持つ北は鳥越南東は第2京浜を境に東神奈川1.2丁目西は西神奈川1丁目に接する東神奈川駅寄りには高さ78.7メートルの高層マンションスカイハイツ東海と日位北陸銀行横浜支店 三井住友銀行東神奈川支店などからなる東、神奈川東海プラザがあり、横浜新道に面して、神奈川公会堂がある。縦町よりには、再生会神奈川県病院が立つ。1932年に、神奈川区神奈川町から新設された。1978年に、縦町、鳥越、西神奈川町の各一部を編入。同年、 町域の一部が鳥越えと西神奈川の一部となる。1918年に当地に竣工した東海アルミ箔の工場は周辺の都市下に合わせて静岡県神原に移転し、跡地には東神奈川東海プラザが1978年に竣工した。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。